孫松は中国語漢末期から三国時代にかけての呉の武将。字は五教、父は孫よく、叔父は孫賢。人との交わりを大切にし、施しを好み在庫を惜しめなく、人々に分け与えた。社古へ行為、都合行の地位にあった。ともえの軍の司令官であった時、何度か陸村に自分の行動の成否を尋ねている。王領元年。 相続の中でも特に孫健に可愛がられていた。孫松は、それをいいことに、兵の訓練を怠ったため、リクソンは担当の役人を、根恵に処した。また、リクソンが、孫松を面積すると、孫松は不平な顔をした。リクソンが、君は、私の見識の狭さも意に介さず、自らの行いの成否を尋ねるためによく訪れるので、私は言葉を尽くしているのだ。 なのにどうして君は、そのような顔をするのかと尋ねると、孫松は笑いながら、ただこのようなことをしでかした自分に腹を立てているだけです。どうして、あなたを恨むのでしょうかと述べたという、横領3年に亡くなった。諸葛亮は、兄の諸葛金に送った手紙で、呉国から工遇を受けたこともあり、若い方々には、親しい感情を持っていました。中でも子高志殿は立派な人物であり、 その聖居に大し心を痛めております。かつて小高殿からいただいた贈り物を見ると、歓喜は待って、涙を止めえませんと、孫松の死を痛んでいる。これは、諸葛亮が養子の諸葛高から孫松のことをいろいろと尋ね聞いていたからだという、クレロクありがとうございます。